According to this book, 未来とは、今の状態の次に起きる確率が高い変化を脳が予期したもの。過去とは、今の状態の前に発生した確率が高い変化を脳が想起したもの。今度使ったビルの解体の例で再び考えてみましょう。瓦礫の山を見た人の脳は、はじめに記憶のデータベースにアクセスし、似ているような瓦礫の記憶はないかと検索を開始します。これで引き出された記憶をもとに確率の計算を行い、これは解体作業によってできた瓦礫だろうといった過去を生み出します。この作業が早期です。さらに脳は続けて早期の結果をもとに次に起きそうな出来事の確率を計算し始め、最後には誰かが片付けない限り瓦礫はこのままだろうのような未来を作り出します。この作業が良きです。三つ目のポイントは、定番の時間術が効く人効かない人です。いきなり良きと早期で時間を管理せよと言われても戸惑ってしまう人が多いでしょう。この考え方が一体どのように時間の管理に役立つのかはまだ見えてこないはずです。ここでは良きと早期のフレームワークを使って従来の時間術を再度確認します。今回の動画ではカレンダーを題材にして、良きと早期の観点から捉え直しそれぞれの手法が聞きやすい人と、聞きづらい人の違いを考えていきます。なぜカレンダーが聞く人と聞かない人がいるのか。結論は、私たちの中には良きのメンタルモデルに、現実味を感じにくい人が存在します。このタイプの人たちは良きのメンタルモデルを自分ごととして捉えることが苦手で、来月の予定は他人ごとのように思えるとか、一年後の自分など別人としか思えない、と感じやすいのです。これは時間的分離と呼ばれる現象で、人によっては数時間後の自分にすら、現実感を抱きにくい人もいます。予期のリアリティに個体差が生まれる理由は、脳内に分泌される神経伝達物質の量や生まれつきの性格が原因とする説もありますが、明確な答えはまだ不明です。このような状態がパフォーマンスの低下に、つながるのは当然です。しかし、ここでカレンダーを使うとある程度まで事態を緩和できます。3時から企画書の作成を行う2月後に小級試験などと予定を書き込んでおけば、予期のメンタルモデルがクリアになり、多少なりとも将来の行動に現実感を持てるからです。カレンダーのメリットといえば、作業に必要な時間を見積もれるとか、予定を忘れずに済むなどの理由が浮かびます。本当に重要なのは、予期の現実味を増すという機能です。自分が予期の現実感が濃い人だった場合は、カレンダーに綿密なスケジューリングをしても聞きづらい可能性もあるでしょう。もし予期の現実味が薄いと思うようであれば、このようにカレンダーを使いスケジューリングをしてみてください。最後に内容をまとめます。1時間の流れは感覚に過ぎない。なぜ時の流れを体感できるのか。人の脳は常に確率を計算している。という2つのポイントについて解説しました。2時間の正体とは世界の変化率が時間である。時間管理のフレームワーク定番の時間術が効く人効かない人。という3つのポイントについて解説しました。今回紹介した内容では、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。QR コードは画面にも出てきます。少しでも、あなたの人生、健康の役に立てれば幸いです。